今年の鶴北海道最大の難関と言われた第5ステージが終了しました。かなり上りでも攻め、その後も攻めた加納選手、最終的には集団ゴールとなりましたが、どうでしたか？そうですね、まあ一言で言うとやっぱ難しかったですけど、まあでもあのかなり山が多かったんで、メーターとか愛さんにはダメージが受けられたとは思うんですけど、まあ、最後こういう、ね、集団ゴールになってしまったんでちょっと残念だったですけど、まだね明日あるんでね、うまくタイムがね、取れるように、何かやっていきたいと思います。はい、あと区間賞、はい、明日はまあクリテリウムということですけども、ステージ優勝目指して頑張ってください。はい、ありがとうございます。